ジュジュ散歩。先生、クゲサケ。シグロが逆断されてる。フォーメーション B。承知。シグロキュー。何よその女。ムカつくよ。あんたのそのデリカシーのなさが特に。しかもそのムカつく男が全員家の剣を帳消しにして俺たち二人の交戦からの金銭的援助を通してくれた。気安く触らないでもらえるかしらん。泥棒猫ちゃんたち、めぐみちゃんはこれから私と一緒にバイオリンのお稽古なのよ。帰るわよめぐみちゃん。今日こそキラキラ星をマスターしてもらうわん。大丈夫、気にせず行ってください。ありがとうございます。ん？でマジでなんすか、恥ずかしいんでやめてもらえます。説明。なあなみ、お出かけしよう。いえ遠慮します。いやマジで大事な話があるんだって。それは大変だ。まだ何も言ってないよ。最低限私より強いやつは。なんで答えてもらえると思ったの。かきくけこはマジで無理。セバスチャンスタンって知ってる。ちなみに俺はタッパとケツがでかい女がタイプです。性癖にはそいつの全てが反映される。女の趣味がつまらんやつはそいつ自身もつまらん。俺はつまらん男が大嫌いだ。やだ恥ずかしい。なんだっけ、ほらいい子そうな子、いい子そうな子、前髪特徴的な、ほらケツとタッパのでかい女の子かな、ジェニファー・ローレンスとか。いい子、いい子。庭ね。ああそう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 。米、いやパンも好きだし。待って、おかずは明太子。米かな。私絶対パン。塩結び。パンダなんだからパン派に決まってんだろ。殺されてんのか。おこれは無理がある。ジュジュ散歩。はいはい、かしこまりました。よろしくお願いいたします。はい。どうしました。伊地知さんって電話でお辞儀するよね。虎杖はよくうろうろしてるわよ、電話してるとき。電話といえば皆さん肩で電話を挟んでながら通話できますか。イタドリ、私はパーを出すぞ。じゃんけんポン。寿司か、銀座のいつものとこでいっか。ザギン。俺回転寿司がいい。イタドリお前ほんと、伏黒も何か言えよ。俺もさすがにどうせならうまい方が五条先生の金だ。僕のフェイバリットは寿司棒だが、初めてなら立派寿司だろうね。先生分かってんじゃん。おいまだ行くとは。釘崎よく聞け、立派寿司はな、寿司が新幹線に乗ってくるんだ。なっ
運転した。この子回転寿司初めてなんだ。国道沿いの駐車場がバカでかい立発島で。ジュジュ散歩。鮭。臭い。臭くない。パンダだからな。臭くない。濡れるのが嫌なんだよ。でも俺はお前らと違って汗かかないし、だから臭くない。ということがあった。お前ら嗅いでみろ。お日様の匂いって感じですね。お日様。ジュジュ散歩。五条悟のゴーゴー五条。おや、早速困ってる子がいますね。新入生かな。どうやらうまく呪力が練れないようですね。アドバイスしていきましょう。君は狭い歩道を歩いている。目の前には応対の男子大学生。彼らは君には気づいてない。殺意が湧くだろう。うるさい。ぼちぼち温まったかな。そうだね。ゲトウくん、シュン。オーバーヘッド。後で殺す。重い美人がゴミを見るような目で俺たちを。興奮するな。舞、待たせたな。何よ。次の握手会だ。お前も高田ちゃんの素晴らしさを肌で感じてこい。普通にめんどくせえ。これもまたファン。未来の夫たる者の務め。普通にキメ。でもきっと断ったらもっとめんどくせえことになるんだわ。どうした。ジュジュ散歩。伏黒、私の学ラン知らない。いや知らん。あ、パンダ先輩、私の学ラン知らない。見てないな。そっか、どこ行っちゃったのかな。おい、スカートもねえんだぞ。それは超えちゃいけねえ一線だろ。こんばんは、釘崎野原でーす。間取りはいいのに IH、 三口コンロは市長制。焼き打て焼き打て比叡山、香り松茸味しめし、秋の気配が消えていく。愛する者の涙とともに。次回呪術廻戦第12話、血塗られたもみじ狩り。狩られているのはその心。もういいかしら。シャケシャケ。この肉団子うまいな。作ったの誰だ。あ、俺です。だかな。牛黒って自炊すんのね。これは虎杖に教わった。そっか、虎杖の遺作。えっ、くし。この肉団子、おお、すげえ簡単にできんだよ。牛黒でも作れるよ、教えたから。早く二人に会いてえな。ジュジュ散歩。老舗お寿司屋さん英州に来てます。君もさ、ああいうのやんなきゃ。やったらやったで怒るじゃないですか。いらっしゃい。大将はもう握られて何年ぐらい。二十歳の時からだから。となると300年くらい前ですか。酔ってんの。仕上がっているな。さすが高田ちゃんだ。先生、おっぱっぴーの意味知ってる。え、意味あんの。オーシャンパシフィックピース。マジ。メカ丸、ノリタシに歌姫先生。メカ丸、これ東堂くん。メカ丸、ちょうどよかった。なんでいつも俺を通すんだ。今話しかけんな。
茨城だぞ。そんなことも知らないのか。普通にまだ怖いんだよな。頼りにしてますよ。理由を。まあ頼られてるならいいか。お腹減ったな。昼に残した枝豆が、ごめん。ほらこれで勘弁ね。いやさすがに、これならね。鷹の爪をハサミでちょ、牛乳は容器の半分くらい、熱湯を内側の線まで。うまい。こっちを食べればよかったのに。ね、深夜のカップラーメンは翌日。ジョーゴくん、また花火の花壇燃やしたでしょ。花見、ジョーゴくんさ、私の彼氏の先輩がさ。いや、そこまでは。これは焼き肌。今までの土では。ふん、君が突っ込まれる。お、ねえ、五条悟のハンガーラックってポールハンガーだろうな。スタンドは仙骨、寛骨をベースに大腿骨で安定させる。長さはそうだな、神代靴がいいな。これも神代靴を使って継ぎ木のようにな。色合い次第では脳でなめした皮をかぶせるのもいい。いいな、ハンガーラックが作れる。いらねー。犬、いや猫かな。待って、大型犬なら犬かも。犬かな。私絶対猫。鮭。パンダ兄決まってんだろ。殺されているが。みんな俺のことを嫌いなのかな。いや二択だったから。うち中華料理屋やってて、お礼にご馳走させてください。ありがとうございます。この店も本当は父の代で、私がわがまま言って続けてるんです。話や。お待たせしました、代々伝わる餃子定食です。ごちそうさまでした。全然肉の味しなくて、ほぼつなぎとキャベツみたい。よく言った伏黒。いい人だったんだけど。人だったんだけどね。